Good evening or morning, everyone, depending on when you're listening to this. It is currently December 12th. That means Christmas is right around the corner. I am currently trying to catch up on my good deeds so that Santa Claus would come in a few weeks. Haven't seen that man in like 10 years. So for those of you that are waiting for Santa Claus, good luck to you too. 今回も始まりましたテレビアニメともちゃんは女の子、この番組のパーソナリティキャラル・オールストン役の天木サリーです。12月12日ちーということで、日本はもう街を歩けばイルミネーションで、本当にもうクリスマス日和って言うんですかね、なんかクリスマスばっかりなんですけど、まあなんかクリスマスの予定あんまりないなーって思ったり、ちょっとへこんでいる方々はですね、12月26日に半額のクリスマスケーキとかチョコレートがあるので、そちらを楽しみに今から生きてください。ということで、この番組はキャロル役の私天木サリーがテレビアニメともちゃんは女の子の出演キャストをゲストにお迎えしてお友達になろうという番組です。前回相沢智役の高橋理恵さんに来ていただいたんですが、もう高橋さん呼びからリエリーさん呼びに変わって、でもまだちょっと緊張して一回もリエリーさんってご本人に言えていないので、もうちょっと心を強く頑張りたいと思います。そしてリエリーさんともお友達になってですね、10回ご飯を食べに行く約束ができたので、もっともっと距離を、ね、どんどん縮めていきたいと思います。 LINE とかもあるのに全然ちょっとできてないので送りたいと思います。そして第2回目となる今回もゲストにお越しいただいております。今回のゲストさんの印象はですね、この時期にぴったりサンタクロースのような方だなと私はずっと思っていたので、皆さんちょっと早めのクリスマスですが、サンタクロースをお待ちください。ゲストの方とお友達になれるように30分楽しんでいきたいと思います。作品を通じてリスナーの皆さんとも交流できたらいいなと思っているので、メールや SNS などで参加してください。ツイッターのハッシュタグはカタカナでキャロラジです。番組の感想などたくさんツイートしてください。それでは始めていきましょう。テレビアニメともちゃんは女の子、キャロルのふわっとラジオ。改めまして、キャロルオールスタン役の天木サリーです。それでは本日のゲストにご登場いただきましょう。この方です。こんにちは、サンタクロースです。久保田純一郎役の石川海人なんですけど、はいや私でも、はい、この時期関係なく石川さんのこと本当にサンタクロースみたいだなって思ってたんですよ。どういうことなの？アフレコ現場での笑い声が大文字で HAHA そうなんです、それなんです。それ聞くたびにサンタさんって思うんですよ。サンタさんはフォフォフォじゃない？そうなんです。でも日本のサンタさんかな。そうなんですね。やば、めちゃくちゃサンタさんだなって思ってます。多分ね、この番組聞いてる人もサンタクロースみたいな人って一瞬なってると思うよ。本当ですか？でも笑い声できっと、じゃあ皆さんに今日いっぱい笑い声お聞かせできるように私が頑張ります。あ、大丈夫だと思う。本当にね、冒頭のオープニングだけでも笑うの結構我慢してたからね。本当ですか？嬉しいです。全然台本通りにやらんやん。まあ、でも私前回リエリーさんにもお伝えしたんですけど、この番組で本当にお友達になろうと頑張るので、本当に無理だと思ったら本当に無理って言ってください。 OK、 分かった、はい、なかなか難しいと思うよ。そしたら頑張ります。本当に頑張ります。はいはいはい、オープニングでクリスマスのお話もしましたが、うん、石川さんのクリスマスにまつわる何か思い出はありますか？ん、はい、何？石川さんのクリスマスにまつわる、うん、何？ちょっと触れちゃいけないクリスマスね、クリスマスの思い出か、はい、なんか大人になって、うん、その一人暮らしを初めてした年に、うん、やっぱクリスマスあまりにも寂しすぎて、はい、で当時自転車を持ってたんで、はい、自転車で表参道を何十往復もしてた。怖い。一人で怖いよね。怖い。俺もそう思うわ。なんで何十往復もしたんですか？え、なんかああクリスマスの表参道って恋人気分だなって思っただけ。なるほど。自転車とともに。そう、自転車とも表参道をこう青山の方から代々木公園の方まで行って、で U ターンしてまた代々木公園の方から青山の方まで行ってっていうのをずっとやってカップルを眺めていたよね。私すごい石川さんで印象に残ってるのが、うん、アフレコ現場でクリスマスのお話になった時に、うん、寂しいから極力お仕事入れてもらうって言って。いや、そうなのよ。
いやそうなのよ、俺毎年そうしてんだけど。すごい面白かったです。今年ね、はい、ギリギリまでキープされてたやつが目の前でバレて、あ、バレたっていうのは業界用語で、はい、予定がなくなったってことなんですけど、うん、予定がなくなっちゃって、はい、本当に困ってる。俺にはもう何もない、まだでも表参道があります。俺には表参道がある。うわ、20代前半のあの悪夢を繰り返すの。はい、怖いな。山木さんアメリカではこうクリスマスとかどういう過ごし方してたの？クリスマス、ロサンゼルスは雪とかが降らないのであんまりクリスマス気分味わえなかったので、あの雪山に行ってスノボとかなんかあえて行ってましたね、雪のところに。ああ、ご家族と。そうですね。いや、いいな、はい、なんか幸せな話。そうなんですよ。でも、うん、そこの雪山で私は大人になったんですよ。どういうこと？どういうこと？何何の話？なんか幼き頃は、うん、サンタさんっていう存在にすごいワクワクしてたんですけど、ちょっとずつ年を重ねるにつれて、なんか寝てる間におじさんが入ってくるって相当怖いんじゃないかと思い始めて。そうなんですよ。そしたらなんかそれを気づいてしまった年に寝れなくなってしまって、心臓がドキドキしてしまって。確かにな。そうなんです。おうおうおう、本当に怖くて。で、足音が聞こえた時に寝たふりをしてたんですよ。でちょっと薄目開けて、ちょっと怖いものを見たさに開けたら、そこにちょっと違う方がいまして、サンタさんではないです、サンタさんのふりをした方がいて、あ、サンタさんってこの人だったんだってなって、はい、思い返すとあの日私は大人になったんだなって。確かにね、まあ、いろんなサンタの正体はありますけど、はい、でもまあ身近なサンタがね、ちょっと身近な感じになっちゃうと、はい、全然ありがたみないからね。そうなんですよ、ありましたね、そんな。それは大人になったわ。大人になりました、そうなんです。そして11月27日、うん、日曜日の KPF2022 では、ともちゃんは女の子第1話先行上映会が開催されました。石川さん、高橋さん、日高さんもトークショーに登壇されましたね、はい。前回の高橋さん同様、またまだイベント前に収録しているのですが、北九州でのイベント楽しんでますかね？いや、もう楽しかったっすね。あ、楽しかったですか？美味しいものもいっぱい食べましたし。いいな。いや、次の日がね、あのたまたまオフだったんで、はい、後泊をしまして、で向こうに住んでる友達と遊んでたんですけれども、はい、いや、もううまいものをいっぱい教えてもらったりですとか、まあ、サウナに行ったりですとか、もう完全に北九州をね満喫してまいりました。嬉しいです。そんな北九州から、はい、私もね、石川さんからお土産いただきました。ああ、はい、そう嬉しかったです。ね、ちょっと博多と違うからね、北九はね。はい、あ、だから北九ならではのお土産ってやつをね渡しましたよ。はい、ありがとうございます。うん、通りもんじゃないやつね。はい、はいはい、美味しく食べていただけたようで良かったです。はい、楽しみにしてます。はい、未来の話です。はい、まあ、ここからは作品についてちょっとトークしていきたいと思います。はいはい、テレビアニメともちゃんは女の子が来年2023年1月4日から放送がスタートします。石川さんが演じる久保田純一郎くんはどんなキャラクターでしょうか？はい、友の隣家に住む幼馴染、まあ、隣の家ですわな。はい、で友とは小学生時代からの付き合いで男同士のように仲良く接してますよと。不愛想ですけど、友の前では無邪気で子供っぽい一面を見せるような男の子ですと。で強いと。強いというか体が強い、うん、はい、確かに。え、かっこいい。作品を最初に読まれた時、久保田くんどんな印象でしたか？こいつはなんだと思いましたね。なんだというのは、なんかこう本心が見えないじゃないですけど、はい、うん、本当のところはどこに心があるんだろうなっていうのはすごい感じてました。それこそその最初読んだ時アニメ化するとかも知らなくて、はい、単純にその面白いラブコメで調べて、ともちゃんは女の子が出て、うん、でもう2年前ぐらいに、うん、自主的に読んでたんですよ。あ、そうなんですね。そう、その時にもう最初に読んでて、その時も、うん、そのあ、なんかこう主人公っぽくはないなと。まあ、ともちゃんは女の子っていうタイトル通り、ともちゃんが主人公なので、はい、かといってヒーローっぽくもないから、うん、あ、なんかおもろいなと思いました。面白いキャラクターだなと思ってましたね。でもなんか強さ以外はあの等身大の高校生っぽいですよね。まあでも女の子に対してあそこまで慣れ慣れしくできるのはすごいなと思いますけどね。まあその純一郎的にはともちゃんのことをそんな女の子っぽく扱ってないから、まあそれはそうなんですけど、いやちょっと自分が演じるってなったら難しそうだなとも思いましたね。そうなんですね。その純一郎くんがすごい慣れ慣れしくしている。もうなんだ言葉にトゲがあるな。高橋理恵さんが演じるともちゃんはどんな印象でしたか？
どんな印象か、最初のうちは、うん、なんだろうな、まあ、それこそ1話とか先行上映で見てくださった方、うん、はい、その冒頭のアバンのところですごい可愛いなと思ったとは思うんですけど、うん、やっぱその後のちょっとこう当たりの強い感じとかは、そのまあちょっと昔に流行った暴力系ヒロイン暴力系ヒロイン感はあるなと思いつつ、ではなんかそのあこっから多分どんどんこの子は可愛くなっていくんだろうなっていうなんかことを想像させられるような、すごいなんか可愛らしいキャラクターだなと思いましたね。確かに、うん、いつも高橋さんとリエリーさんと、うん、まだ仲いいねあと石川さんとアフレコの時間が結構すごいありがたいことにご一緒させていただくことが多いんですけど、うんうん、2人の掛け合いといいますか、暴力的なところとかも含めて、うん、すごい音圧がすごいなって日頃思いながら見てて、本当にリエリーはすごいよね。本当に本当にすごいです。僕も裏でしかリエリーって呼んでないんですけどいないところでしか呼んでないんですけどいやリエリーの音圧すごいよね、うん、本当にすごいです。どうですか、ね、アフレコ。アフレコはやっぱりこう、はい、まあ、そのマイクが並んでて、うんうん、今こうコロナの感染対策でアクリル板とか立ってるんですけど、うんうん、それを突き抜けてくる友の叫び声、そうですね、あれはね終わるたんびにリエリーのこと心配してるもんねそんなテストから本気出さなくて大丈夫だよってそんぐらいね、もう全力でその高橋さんも望んでるから、うん、ちょっとねいいですよ、あれは本当にいい音圧出てます、はい、うん、そしてそのアフレコ現場なんですけど、先ほど石川さんも言ってたみたいに、うん、今なんかクリアのパネルっていうんですか、うんうんうん、カーテンみたいなのが敷かれてるじゃないですか、うん、ちょうど私が座ってるところにそのカーテンのポールが石川さんの目の前にあって、うん、見えてないんですよずっと。なので私この距離で石川さんと話すのちょっと緊張してます。初めまして、はい、初めまして。そうなの。いつもポールのなんか真後ろに いらっしゃって、プラス私目も悪いので、なんか石川さんがなんかちょっとモザイクがかかってて何俺なんだろう、センシティブなのかな俺の顔面センシティブちょっとなんか収録が午前中っていうのもあって、あ午前中にはセンシティブかも、ね、夜顔ってことで、はい、おいなんで嬉しいです、今日はこうやってお話できて。そうですね、二人きりで話すことなかったもんね、はい、ないですね、はい、アフレコ現場でも、うん、まあ、大体こう純とも、うん、みすずキャロールがいて、はい、まあ、4人で収録することが多かったから、はい、まあ、4人でねワイワイ話したりとか、天木さんにアメリカのお菓子ってさみたいな話を聞いたりとかね、話を言ってくださいました。そういうことばっかだったな。そうなんです、うんうん、でも先行上映を見てくださっている方もいると思うんですが、まだ見ていない方に第1話の注目ポイントちょっと聞かせてもらってもいいですか、うん、第1話の注目ポイントか、はい、でもねアバンが全てを物語ってるなと思う、本当にアバンのシーンは本当大事だし、今後も ずっと生きてくるところだと思うんで、うん、そこはまあ注目してみてほしいなっていう風に思いますが、はい、でもこの作品の面白いところって、そのまあ元々4コマ漫画でね、こうギャグとか、まあ、日常的なところとかもありながら、まあ友がいろいろ悩んで思い悩んだりとかするところが面白いと思うんで、まあ、その日常的なところもすごいクスッと笑えるところ、ギャハハ笑えるところ、あとはやっぱねキュンキュンできるところがめちゃめちゃでかいんで、はい、その笑いの中からキュンを探し出してほしいなって思いますね。はい、ありがとうございます、うん、ということで、はい、テレビアニメ第1話は来年2023年1月4日より放送です。お楽しみに。じゃあメッセー、テレビアニメともちゃんは女の子、キャロルのふわっとラジオ。ゲストの石川さんとお友達になるためにこんなコーナーに行ってみましょう。ふわっと思い出トーク。お友達になるには思い出を共有することが大切です。ということでお互いの思い出話をしていきたいと思います。箱の中からカードを引いてトークテーマを発表してください。石川さん、はい、かしこまりました。お願いします、はいはい、こちらです。はい、あ、何ですか。部活部活ですよ。あ、これもう学生時代の感じなんですね、うん、まあ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 、作品的にもね、そうですよね。あ、そうですか。どっちからいきますか。あ、そっちからいいですか私からいきますか、わかりました、まあ、私は部活に入れなかったことによって今の私があると言っても過言ではないんですよ。っていうのも私ずっと中学校もちょっとおとなしめの子だったんですけど、はい、チアリーディング部に入ったら
私はなんか陽キャに返り咲くのではないかと、ちょっとウェイの仲間入りができるのではないかと思って、下克上を狙ってたんだそうなんですよ、うん、でチアリーディング部になんてトライアウトっていうんですか、ほうほう、っていうのをクラスのもう一人静かな子と二人で行ったんですけど、うん、あの私のリズム感のなさプラス、うん、レッツゴーっていうのも恥ずかしくてちょっと口パクでやってたりとか、サボってるやん、そうなんですよで極めつけにはあの上にいた兄がすごいウェイだったんですけど、うんうん、兄が私がトライアウトしてるのを知らずに、そのチアリーダー あのトライアウトになんか友達とイエーイってなんかもう潰しに来たんですよ、やば、そうなんですそれを全部踏まえた上で私はその部活に入れなくて、うん、そのもう一人静かな子だけが入って、であのその子だけだったんですけど私友達が、うんうん、もうそれ以降全然話せなくなってしまって、明智光秀やそうなんです、でそれでちょっとなんか学校居づらいなって思って家にいた時にアニメを見て、アニメにめっちゃハマって声優さんになろうって思ったので、私は部活に入れなかったことによって今ここに座ってます。いや素晴らしいよかった陰キャのままではい、いいね、あでもそれが中学生ぐらいの時、それが中学ですね、あじゃあ高校の時も入ってなかったの、高校も入ってないんです、ずっとあのフィギュアスケートをやってたので、おそうなんですよ、なので学校外のクラブスポーツやってました、全然陰キャじゃなかったなんか姫だわフィギュアスケートやってるのは姫じゃない、だって、はい、あそうなんですかね、でもリンクが3つぐらい周りにあったので、多分リンクが3つぐらい周りにあるお、なんか何その区域アメリカってすげえ、はい、石川さんどうですか部活とか、石川さんは、中学も含めたら俺少林寺、テニス、体操を、やって、はい、で演劇部に高校で入ってんだけど、はい、少林寺は、2週間で辞めた。少林寺って何ですか。少林寺拳法、少林寺拳法、少林サッカーとかって知らない、あわからないですね、まあ、要はその中国憲法みたいな感じのやつなんですけど、あ、はいはい、まあ、憲法なんで、うん、その覚えなきゃいけない口上みたいのがあるんですよ、うん、でもこっちは憲法やりに来てるんですけど、その憲法の心得みたいな文章をまず覚えるところから始めましょうねって言われて、うん、文章覚えらんないんだよね、あら2週間でクビになったのよ、クビとかあるんですねそう、だから政権好きとかしか教えてもらえなくて、はい、で結局何もなくて、はい、でその後帰宅部やってたんだけど、うん、テニス部にね友達に誘われて入ったんですよ、はい、でもちょっと半年ぐらい遅れちゃったから、うん、一生懸命頑張ろうと思って、うん、でも中学生ですよ、はい、もう成長痛がね、うん、尋常じゃないことになって、オスグッドって聞いたことないですか、オスグッド、はい、あの成長して身長がグッと伸びると、うん、まあ、関節が痛くなると、はいはいはい、でそれでオスグッドで膝をやりまして、そのみんなに追いつくために朝練の前にグラウンド10周走ってから朝練のグラウンド20周を走ってたんですよ、もうね膝いったよね、でやめて、でまたしばらく休んで医者に行ったら、まあ体操ぐらいだったらいいですよって言われて、要はその関節とか伸ばして体の柔軟性上がるから、まあそういう運動だったらやってみてもいいんじゃないですかって言われて、でも体硬すぎて、あのハンドスプリングとかあるじゃないですか、はいはいはい、ハンドスプリングって腰反ったりとか足開いたりとかしながらやると、はい、うん、まあ、すごい綺麗に決まるんですけど、マジでね棒が回転してるみたいに回るからあの周りがみんな不安に思ったりとか、全然技が綺麗に決まんないから、はい、やめまして、うん、でこうフラフラしてた時に演劇部に同級生の中ですげえ可愛い子が入ったんで、はい、その尻を追っかけて入っちゃおうっつって裏方やろうっつって入って、はい、じゃあ出るわけではなく裏方だったんですか。そう裏方全然照明とか音響やろうと思ってた。あでその方とは結ばれましたか。いやあのすっげえ嫌われた。あーらキモっつってめっちゃ嫌われたけど。そうなんですね。でなんでかわかんないけど、はい、出役になったきっかけが、はい、まあ途中入部だったんだけど、はい、演劇部の中でなんか派閥ができてたの。2派閥に分かれてて、はい、1つの公演で2つの劇をやろうみたいな、はい、短い短編のね、はい、でその時に派閥で分かれてんのに、うん、急に派閥内争いも起こっちゃって、で自分が入ってる派閥が内部分裂しちゃったのよ、はい、で出役が1人足りない、はい、でも男はみんな裏方志望、はい、じゃんけんだ、負けて、はい、出役になったのが始まり、はい、あそうなんですね。そこで演技が楽しいってなったんです。そこであれ人の注目浴びるって気持ちいいかもっつって、スポットライト症候群ですよね。セリフ覚えられましたか。頑張ったよね
よかった。全然本番で飛んだけど、はい、めちゃめちゃ頑張った。あーよかったです。いやー、まあ、そういうね部活をやっておりましたが、はい、いろいろと転々としてたんですね。そうなんです、全然長続きしなくて、ね、そうなんですね、はい、すみません、長々とお話しさせていただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで石川さんの転々としたお話を聞けたところで以上ふわっと思い出トークでした。たった一人に〇〇と言わせたい。今週も私天木サリーの独り言、石川さんに正解と言わせたい。ともちゃん is a girl, Carol's What the Radio。 はい、ということで石川さんに正解と言わせたいです。どういうことですか？あの石川さんってお話ししてる時に、うん、途中なんかクイズ形式になることあるじゃないですか。あるの？そんなことがある？そうなんです。なんか、うん、あの塾の先生みたいなお話の仕方をする時があって。え、本当に？そうなんです。な、例えば、うん、どうします？例えばですけど、うん、雨予報で、うんうん、みんなが傘持ってきてるとするじゃないですか、うん、そしたら何も知らない私があれなんでみんな傘持ってるんですかって言うと、うん、リエリーさんとか日高さんは雨降るからだよってパッと答えくださるんですけど、うんうん、石川さんはおう、なんでだと思う？なんでだと思う？やるわそれ。ですよね。意地悪するわ俺。一回自分で考えさせられるんですよ。なんですけど私それで正解できたことがなくて。確かに。そうなんです。いつも回答であそうなのかって言いながら笑ってる気がするわ。はい、なので石川さんにいつかおその通りとか正解とかそれそれっつって、はい、言ってほしいです。俺もちょっとあの気をつけてあのクイズを出せるように頑張ります。ありがとうございます、はい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 、それでは次のコーナーに行ってみましょう、はい、Teach me かわいい。かわいい、はい、まあ、かわいいの定義は人それぞれ、うん、そこでリスナーのあなたが思うかわいいとは何か教えてもらおうというコーナーです、うん、ちなみに石川さんがかわいいと感じるのはどんなことですか？かわいいですか？はい、かわいいという感情が欠落しているかもしれないですね、あらあら面白いってなっちゃう、いつも。なるほどですね、うん、キティちゃんとか見ても面白いってなっちゃうもんねうん、そうなんですね。可愛いはありますか、はい、なんか。え、でも誰かがちょっとなんか失敗してる時とかは可愛いなって思います。ん？ごめんごめん、嫌な言い方していい？はい。誰かが失敗してるのを見て可愛いって思うってこと？いや、なんかちょっとこけたりとか。あ、はい、確かそれは可愛いわ、はい、あーあ、そうです。でなんか誰も見られてないかなとかってしてるところを見るのを見てないふりして、うんうん、見たな自分ってなって可愛いなって見たぞーって、はい、ありますね。はいはいはい、はい、なるほどね。まあ、でもそんな石川さんに可愛いという感情を思い出させるためのコーナーでもあります、はいはい、思い出していきたいお願いします、はい、なんですが、あの実は収録のタイミングでまだリスナーの皆さんからのメールが届いていないので。え、そうなんですよ。今回は番組スタッフさんに可愛いを聞いてみました。ということで今目の前にリストがあるんですが、はいはいはい、どうでしょう、パンを美味しそうにもぐもぐ食べる姿とかリスト気になるものありますか？気になるものですか？そうですね、小さくて可愛い歯、つぶつぶコーンみたいな可愛い歯の人の口元をガン見してしまいますっていう、うん、ちょっと怖めの怖めの可愛いがあるんですけど、つぶつぶ俺にとっては怖いなんですけどつぶつぶコーンみたいな歯ってどんなんでしょう？私でも下の歯3回生え変わったことがあるんですよ。そうなんです、すげえ。なんか2回目がでも本当にすっごいお豆みたいなちっちゃい歯で、うんうん、ちっちゃいやつが。そうなんですよ、ハートみたいな歯で、それ取れたらちゃんとした大人の歯が生えてきて、なのでもしかしたらちょっとそのスタッフさんいますかね、うん、あの幼き頃の私のちっちゃい豆みたいな歯持ってきます、うん、あげますよあげます。あの指輪かペンダントにしてください、はい、そうですね、怖いですね。何でしょう、怒った時にほっぺを膨らませる、でも一歩間違えたらガマガエルみたいなこと。おお、ね、そうだね、膨らませ方次第、ね、下の方まで空気入れちゃうと、このエラのところでボコーってなるね。あれはちょっと怖いよね。そうですね、普段笑わない人が笑った時、うん、でもなんか嬉しいって気持ちになります。あ、可愛いよりも、ね、なんかよかったみたいな、あ、感情あるんだっていうね、はい、みたいな俺は、はい、なんだよ笑えんじゃねえかよ、今までの圧何だったんだよって思っちゃうかもしれん、怖いよって。なるほどですね。あ、でも一回、はい、それこそ先輩で言うと、うん、石田明さん
が食事に行こうよってその番組のこういろんなキャストさんたち呼んでみんなでご飯食べようかって言ってくれて、なおかつそのご飯屋さんですっごい宇宙の話をしてる時にすごい笑顔だった時は可愛いもう本当になんかキュンキュンしたよね。あ、そうなんです。でもそれで言うと私石川さんアフレコ中に、うん、最初一番最初にアフレコ行った時に私もしかして石川さん怖い人なのかなって心配してたんですよ。なんでなんかまだその多分台本チェックをなさっていて、うん、でもまだご挨拶できてなかったのでどうしようどうしようってなってて、うん、でもなんかご挨拶できないまま収録が始まってしまって、あ、やってしまったって、やべ、はい、やばい、声優業界の上下関係に潰されるっつって、もう私は終わったって思ってたんですけど、うん、そのちょうどその収録の時に私がなんか失敗してしまった時に、うん、ああちょっと失敗しちゃったなと思ってたら休憩時間に休憩所に、うん、行く瞬間に石川さんが、うん、さっきのあれ大丈夫だったと思うよってスッて言ってファッて消えて、かっこよ、はい、なんか全然怖くなかったと思って戻ってきてご挨拶させていただきました。あ、そういうタイミングだったんだね、はい、俺が全く覚えてないのやばいな。はい、でもすごい嬉しかったですね。あらあら、そうですか、はい、じゃあ俺もなんかギャップだね、だから、うん、ギャップの行動だよね。そうですね、見えると嬉しいですね。レッサーパンダの威嚇ポーズ、レッサーパンダの威嚇ポーズやる人によってはね、こう女の子がやってたら確かにちょっと可愛いなと思うの。本当ですか、女の子がやってもちょっと、怖いだろう、成人男性のレッサーパンダの威嚇ポーズは怖いだろう。シールドがあってよかったな。初めてそんな大きな声聞いたからね、うわーっていう。はい、まあでもそんないろいろあります。目が合った瞬間全力の笑顔で向かってくる、でもホラー映画にもあり得る、普通にイットとかでありそうだもんな、はい、でもなんかお待たせみたいな、あ、私、うん、一時期すっごい気になってどんな女の子がモテるのかっていうのを友達と調べたことがあるんですよ、うんうんうん、その時に待ち合わせとかで会った瞬間大きく手を振るんじゃなくって顔の横で手をこうやって振りながらお待たせっていう子が可愛らしくて、まあ、今ちょっと、ね、はい、身振り手振りつけながらやってくださってましたけど、はい、わかるわ。あ、本当ですか、うん、わかる、めっめっちゃわかる。めっちゃわかる。あ、そうだね、うん、はい、それはねモテるよ。あ、本当ですか。男は結局あざといのが好き。あ、そうなんですね。あざといは悪くないんだよ、だってモテるために可愛く見せるために努力をしてるってことじゃないですか。ともちゃんと何が違うんですかと。あ、確かにそういうことです。だからそれは使っていこう。これはわかります。うわバハ、おじさんになっちゃう、おじさんになっちゃう。ありがとうございます。こんな感じであなたが思う可愛いを教えてください。以上 Teach me 可愛いでした。ここでお知らせです。テレビアニメともちゃんは女の子は2023年1月4日水曜日24時30分より放送がスタートいたします。そしてテレビアニメともちゃんは女の子配信情報が決定しました。Dアニメストアとプライムビデオにて1月4日水曜日25時より最速配信がスタートいたします。その他配信サービスでも1月7日土曜日正午より順次配信開始です。詳しい放送配信情報は公式サイトをチェックしてください。そしてともちゃんは女の子ブルーレイ&DVD の発売が決定、完全生産限定版には豪華特典が満載です。こちらも公式サイトをご確認ください。また来年2023年5月14日日曜日に私たちメインキャストが登壇するスペシャルイベントの開催が決定しました。出演は高橋理恵さん、石川海人さん、日高里奈さん、天崎浩平さん、松岡義次さん、そして私天木サリーです。イベントの優先申し込み券はブルーレイ&DVD の1巻2巻に封入されておりますのでお見逃しなくです。嬉しいです。このメンツ揃えるのすごいな。なかなか声優業界でもないんじゃない。そうなんですね。こんなにいいメンツが揃うことは、これはぜひとも天木さんに MC やってほしいな。あ、もう無理ですよ。せっかくねラジオでもこうやってパーソナリティやってくれてて、わかりました、ね、え、はい、アニプレックスフェスでも MC やってて、でも頑張ります。ワクワクしてます。 ありがとうございます。ということで以上お知らせでした。番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集。
アニメの感想、ふつおた、各コーナー宛てへのメールなど、ラジオの番組ページにある投稿フォームから送ってください。たくさんのメールお待ちしております。ということでエンディングとなってしまいました。あっという間です。どうしましょう。私と友達連に なりそうですか。どっちの方が面白いですかね。いやもう面白さなしで、もう石川さんの全然大丈夫です。傷つきません。やっぱりちょっと僕は何でしょうね、はいはい、性格があまり良くないので、ちょっと打算的に考えてしまうんですよ、はい、ここで友達になったら、はい、あいつもう友達になったからええわってスタッフが思って呼ばなくなる可能性があるんだと。いや友達として呼びます、私が。なるほどね、はい、次はお友達としてもっとワキワキ話せます。じゃあちょっと次回、はい、次回ちょっともう一回本当ですか考えましょう。あ、ありがとうございます。一旦同僚で一旦同僚でお願いします。一旦じゃあ同僚になれたということで信頼できる同僚でお願いします。あ、嬉しいです。ありがとうございます。でもね、これからお友達になれるように頑張りたいと思いますので、僕も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。番組を聞きの皆さんにじゃあ最後石川さん、はい、メッセージお願いします。はい、ということで久保田純一郎を演じております石川海人でございます。ともちゃんは女の子放送間近となってまいりましたけれども、本当にいい作品に出来上がっていると思います。誰一人ですね、あのキャラクターからブレることなく本当に楽しく高校生活を送りながら、恋に、青春に奔走している姿がなんか大人になってから見ると本当に眩しくて、あそこに行きたいなと思える作品になっておりますので、ぜひとも放送始まりましたら楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。次回の配信は12月26日の月曜日、群堂美鈴役の日高里奈さんをゲストにお迎えしてお送りします。お楽しみにしていてください。それではそろそろお時間です。お相手はキャロル・オールストン役天木サリーと、本日のゲスト久保田純一郎役石川海人でした。 Thank you for watching. Let's meet again next time. Next time. バイバイ。海人さんは闇落ちサンタさん。